なんとかの町の城ということの、三点盛り、バスケの町の城、風の町の城、木の町の城、あちらこちらからこの花の便りが届いてます。まあ、桜は終わったんですけど、例えば、菜の花が咲いたり、あとあの能代公園でもこのツツジ祭りが始まったり、片上市にあるブルーメッセ秋田というところで今日の実は午前中行ってきました。3人制バスケですね。これは、今回5月2日に、予定通りイベントは開催されました。この新型コロナの状況の中、オリンピックだけはですね、そこのけそこのけオリンピックが通るということで、話を進めております。そしてこの洋上風力発電という点では、国が定める促進地域、促進区域に指定された中の一つに入っています。で、能代の風を使って新しい地元産業を起こすことができる可能性があるわけですよね。なのでその当然漁業問題はあります。まあ、環境問題に絡めましていろいろとこの問題点を指摘する方々もいらっしゃいます。そこはぜひその調整をして、新しい産業を起こすということでは頑張ってほしいなと思います。それが政治です。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は5月4日火曜日、祝日です。3連休の方は真ん中の日ということになりますね。今日は朝からとても良い天気で、私もさっきちょっと外へ行ってまいりました。で、それも絡めましてですね、今日のテーマはこれです。チューリップ、それからなんとかの町の城ということの、三点盛り、バスケの町の城、風の町の城、木の町の城、そして最後に、人口問題は解決したということで、このテーマで簡単にお話しさせていただきます。しばらくお付き合いいただければ嬉しいです。ちなみにですね、この本題行く前にちょっとそれますが、今日は祝日という話をしました。そう聞くと、例えばあの祝祭日なんて言葉ありますよね。祝祭日、まあ祝日と祭日、ちなみにこれあの昭和の人間としたですね、子供の頃を思い出すと、祝日という言葉と同時にあの祭日という言葉もなんか聞いてたような覚えがあるんですよ。多分親父とかは両方使ってましたよね。で、これよく見てみると、1947年の法改正で、祝日という言葉に、国民の休日は統一されてます。で、以前の祭日だったものはなくなったり、現在の祝日にこう引き継がれたりしてるわけですよね。で、もともと祭日というのはあの皇室の行事、それから神社のお祭り、これに関連するものを、祭日と言ってたというわけです。例えば皇室だったら、あの割とポピュラーなところでは、あの新嘗祭、あれは現在で言うと、勤労感謝の日にこう引き継がれているということだし、あとはまあ当然の紀元節ってありますね。紀元節、あれはあの、建国の日になっているということもあるので、現在はこの祝日という言葉で、統一されているということでした。これはちょっとまあ打足でおまけです。おまけになってないか、ということですいません、元戻ります。今日はこれです、チューリップ。ですね、最近の北東新報見てると、まあ春ですよね。いろんな場所であちらこちらからあの花の便りが届いてます。まあ、桜は終わったんですけど、例えば、菜の花が咲いたり、あとあの能代公園でもこのツツジ祭りが始まったりしてます。で、そんな中で、私は今回あの、あそこ片上市にあるブルーメッセ秋田というところへ今日の実は午前中行ってきました。緑の日なんで、緑にこじつけて行ってきました。で、あの例のチューリップが有名なとこですね。で、そこがあの有名で、でもチューリップ畑が広がってて美しいということで、確かこの週末のあの秋田県内のバラエティ番組で見たので、今日行ってきました。
片道45分とかで着くので。で、ちょっと絵を撮ってきましたんで、今日はこれをちょっと流しながら、その話の方はサブで、映像がメインで見てもらえればなと思います。片道のブルーメッセ秋田というところに行ってきた時の映像をちょっと見ながらお付き合いください。で、最初に今日のこのなんとかの町の城三種森です。まずバスケの町の城、以前の古い配信で言いましたが、本来この5月の連休は能代カップというバスケットのイベントがありますね。まあ能代工業が強かったことがもちろんベースだったんですが、それで踏まえまして能代市にですね、全国の高校の強豪が集まってきて、まあいわゆる選抜大会的な、トップレベルの試合が行われていた、バスケットの試合がありました。それが能代工業を中心にして行われていて、これが能代カップということです。で、昨年は新型コロナの影響で中止になりましたが、なんと今年も早々に中止を決めたということを以前の配信でご紹介しました。まあ他のスポーツがですね、工夫してやってる中で、早々にやめちゃったというところにですね、なんかもうダメだなという話をしました。今でもそう思ってます。なんか工夫してやってほしいなと思ってます。これはなんかまあ例えば悪いのかな、東京オリンピックのですね、オリパラの組織委員会のズーズーしさを見習ってほしいと。一部ですよ、一部だけ。この新型コロナの状況の中、オリンピックだけはですね、そこのけそこのけオリンピックが通るということで、話を進めております。まあそこまで厚顔無恥である必要はないけど、もう少し工夫してほしかったなと思います。バスケの街ですから。そういう面ではですね、その本来の指導カップの前座というか盛り上げるために始めようとしていたらしいんですが、この3人制バスケットボール 3x3 のイベントが予定通り5月の2日日曜日に行われました。この3人制バスケットはもしも予定通りオリンピックが開催されればですね、初めての正式種目になるということでやってました。3人制バスケですね。これは今回5月2日に予定通りイベントが開催されました。で、これがですね、能代山本や秋田市の小学生、一般チーム、それぞれ6チームらしいんですが、参加して熱戦を繰り広げたと。で、ちょっと天候が悪くて、本来あの能代のバスケミュージアムの前のこう道路でやるはずだったんですけど、ちょっとまあ天候が悪くてですね、近くの小学校の体育館で、試合が行われたということがこう伝わっております。ですね、で小学生の部は能代市のチームが勝って、社会人の部は秋田市のチームが勝ったということです。で、まあバスケットに関しましてはですね、こういう取り組みはいいと思いますよね。まあ通常のバスケットとは別に、それはそれでもちろん能代工業、名前変わって能代科学技術高校になりましたけど、これは頑張ってほしいんですが、このこういった3人制バスケットもですね、ぜひこの国内でも注目される場所になってほしいなと。で、これは5人制バスケットで培ったノウハウとか、ネットワークあるでしょうか。それを使ってぜひ能代市の、バスケの街能代ということの新しいシンボルにしてほしいなとこう思ってますので、関係者の皆様にはぜひ頑張ってほしいなとこう思っております。そして次がですね、風の街能代、風の町の城、もともと風が強い町です、能代は。で、それが実は風こそ資源であるということを以前から言われてたんですが、まあ技術革新によりまして、その風を使って商業ベースで発電の事業の方へその風を活用することができるという時代になりました。そしてこの洋上風力発電という点では、国が定める促進地域
促進区域に指定された中の一つに入っています。で、実際この活動は始まっております。実際今もいろんなこの地上とかにはですね、たくさんこうくる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 跳ね回ってるんですが、これを洋上に持っていくということですね。で、現在確かですね、これ新聞の方に見てみますと、現在の4区域でこの風力発電の事業は進められていると、国として。で、長崎県ではこの浮くタイプですね、こう浮体式、海に浮かせてやるっていうタイプがあって、あれ結構まあ技術的には難しいらしいんですけど、まあそれをやってると。で、能代市の場合はこの洋上にこの埋め込むタイプ、着床式というらしいですけど、これをやるということでことが始まってます。で、実際この2日の新聞にはこの基礎工事ですね、基礎工事始まったよという記事が出てました。これによって洋上に風車建てるためのこのベースの工事が始まったということです。で、具体的な工事に関してましては、今月27日までを期限として公募が始まってます。いわゆる入札の準備ですよね。これです、公募で、今回5事業体が入札の応じる準備をしているということが書かれてますので、こうですね、この5事業体ですね、ここがやると書かれてます。技術が必要な仕事ですから、まあ、普通の小さいビル建てるように地元の企業が入札をして頑張ってくれとは言えないんですけど、まあ当然このジョイントベンチャーになってるわけですね、あるいは SPC とか、その中にちゃんと参画して地元企業も建設からその後の運用まで保守メンテナンスまで関わるような、そういう地元にメリットが落ちるような仕組みにもぜひしてほしいということは本当に考えてほしいと思います。で、それでこの風力発電に関しましては、当然よく報道されてますが、漁業関係者との問題とか出るのは当然ですし分かります。だ、そこは解決してほしいと思います。産業あっての能代です。で、能代の風を使って新しい地元産業を起こすことができる可能性があるわけですよね。で、産業が起きれば人も集まります。そうすればそこからいろんなこの周辺のビジネスも広がっていきます。実際今も火力発電所があって、そこの人たちが町に住んでていろいろお金を戻すわけですし、人の出会いもあります。なので、その当然漁業問題はあります。まあ、環境問題に絡めまして、いろいろとこの問題点を指摘する方々もいらっしゃいます。そこはぜひその調整をして新しい産業を起こすということでは頑張ってほしいなと思います。それが政治です。で、実際まあもともと能代はですね、木と能代って木の町でした。木の町、この米代川の周りに山があって、木が取れてそれを川でこう運んできて、で、港があって、そこから船で外へ出すという、こうそれもまさにその自然の恵みなんですけど、その地形と立地を生かして、木の町として繁栄しました。で、まあ単に素材だけを売る仕事から加工して付加価値をつける仕事をして、で、能代は発展していたと。その象徴が有名な金湯というその料亭なんですよね。あそこでいろんなことがこう人の出会いがあって仕事が展開されたと、そういう時代がありました。それも全てその木という木業という木材を使った仕事があってこその町の繁栄だったんですよね。同じことが今回この風を使って起こすことができれば、この風力発電という風力発電所というコンセプトでまた新しいこの仕事ができるだろうと思います。エコという点では時代にも合ってます。で、当然風力ですから今は問題があります。不安定だとか、それもいずれこんなものはもう技術革新で蓄電する技術が進歩すればこんなものは解決します。バッテリーが勝負です。ああいうエコの電力は、それもいずれは解決します。なので、まあ、ここはまあ本当にくどいですけど、政治がいろんな方々を調整して、ぜひもう能代のこの次の仕事ですね、木の町、バスケの町、そして風の町ということで、ここはぜひ成し遂げてほしいなと思っております。
最先端の洋上風力発電の話だとか、あと例えば燃えない木に代表される新しい木材の加工技術だとか、そういった先進技術に基づく仕事と同時にですね、能代山本らしいなというのはこういう記事も大きく出てます。例えばその山菜採り遭難注意、結構ね、山菜採りに行って遭難して事件になったりですね、あと熊と出会ったりして、そんなことも大切だなと書いてますし、あとこの巡査採りが始まったということも出てます。それからこの桃源郷っていう、この行ってきましたけど、こういう美しい場所もあります。こういうなんていうかな、のんびりした話も同時に出てるところが、能代山本のいいところであります。こうメリハリつけてオンオフを切り替えて、豊かな生活に持っていけるように願っております。豊かな暮らしということは、お金持ちというだけでもありませんので、お金持ちの街ではありませんが、いろんな総合的にね、政治家が好きな総合的に判断すると、住みやすい街だなというふうに捉えてもらえればいいなと。そうすれば若い人も来るでしょう。よく人口問題も最近会議で話題になるんですが、どんどん人口減ってまして、僕の子供の頃はですね、今度もうすぐ7万人だなんて言ってました。人口が7万人届くんじゃないかと。ところが最近のニュースでは5万人を切りそうだと、こうなってますから、もう本当に人が来てほしいだと思います。子育てはしやすいと思うんですよ。だそういう環境をもっと政治が整備するとかしても必要です。そして、もう一個、やっぱり仕事がないと来れませんよね。なのでさっき言ったような産業振興の問題を絡めて、こちらに来ても仕事があると、だから来てくださいというアプローチと、それからリモートワークができる人は東京で仕事があるんだけど、こちらの方でワーケーションとかリモートワークで引っ越しを一つして、こちらに住んで、で同時に、大館の主力空港と市内のこのアクセスを良くして、この東京とこの地元の行き来をサポートするとか、そういう工夫がですね、そういう政策が必要だなと思ってます。で人口問題というと、今日最後にこんな話題ありました。これで一気に人口問題解決するんじゃないかと思ったのが昨日ニュース。なんと三種町にコウノトリが来ました。コウノトリで、おそらく昨日生まれた子供はですね、赤ちゃんはこのコウノトリが運んできたんじゃないかとこう思っておりまして、そのコウノトリが、こう来るようになればですね、どんどん家族も増えるなというくだらないことを考えているところであります。ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。